かりですが、お互いを思う気持ちにより再び巡り合うことはできるのでしょうか。京子町が描く時を超えた愛の物語をどうぞお楽しみください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいい。それでは参ります。過ぎしかた扇の風に君思う、愛しき心の行方尋ねば。舞台は千年の都、あでやかに舞う鬼姫、息を呑むほどの美しさに男二人の日々が再び色づき始める。